ひねあさみです。アレックです。この動画では、今更聞けないサッカーの基本をアレックくんと一緒にお勉強していきます。アレックくん、今日もよろしくね。よろしくお願いします。あさみさん、次のオリンピックは日本でやるんだよね。楽しみだな。そうだね。東京だから、みんなでオリンピック見に行けるね。サッカーもやっぱりオリンピックが一番すごいの？サッカーはワールドカップが一番なのよ。実はね、サッカーのオリンピックの立ち位置はすごく難しいんだ。今日はそれを勉強しようか。うん。サッカーはね、実はオリンピックはフル代表の大会じゃないんだ。フル代表？A 代表って言ったりもするね。フル代表は年齢に関係なくチームを組めることができるんだけど、オリンピックは23歳以下の選手が出場する大会なんだ。そうなんだ。ワールドカップやユーロといった大会は全てフル代表だね。だからオリンピックはサッカーだと育成年代の大会ってカテゴリーになるんだ。オリンピックは一番すごいかと思っていたけど意外だね。サッカーはクラブと代表でたくさん試合があるから、他のスポーツほどオリンピックを優先することができないんだ。だから23歳以下の若手チームで戦うことになってるんだよ。そっか。じゃあ有名な選手は日本に来ないの？残念。でもそれだとスター選手がいなくなっちゃうから、3人だけ年齢に関係なくメンバーを選んで良いって決まりがあるよ。それがオーバーエイジ枠っていうんだ。じゃあメッシやネイマールを見れるかもしれないんだね。そうだよ。日本は開催国だからオリンピックにかける思いは超強いよ。オリンピックで良い成績を出せたら、その選手たちが成長してワールドカップで勝ち進むかもね。じゃあ僕は未来のスター選手をたくさん見つけるよ。あ、一人見つけた。それが私です。ご視聴ありがとうございます。動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。Thank you for watching. Please like it and subscribe.